さかルルーシュたちがやろうとしたことって。撃つな。私が相手をする。行け仮面の騎士よ。死ぬ者が。スザク、約束通りお前が俺を殺せ。やるのか。どうしても。予定通り、世界の憎しみは今この俺に集まっている。あとは俺が消えることでこの憎しみの連鎖を断ち切るだけだ。黒の騎士団にはゼロという伝説が残っている。シュナイゼルもゼロに使える。これで世界は軍事力ではなく話し合いという一つのテーブルにつくことができる。明日を迎えることができる。それが、あ、ゼロ、レクイエム。 C の世界で僕らは知った。人々が明日を望んでいることなあスザク、願いとはギアスに似ていないか。自分の力だけでは叶わないことを誰かに求める。願いか。そう、俺は人々を願いという名のギアスにかかる。世界の明日のために。ルルーシュ、お前は人々にギアスをかけた代償として。撃っていいのは撃たれる覚悟のある奴だけだ。スザク、お前は英雄になるんだ。世界の敵、皇帝ルルーシュ・ビブリタニアから世界を救った救世主、ゼロ。ルルーシュ、これはお前にとっても罰だ。お前は正義の味方として仮面をかぶり続ける。クルルギスザクとして生きることはもうない。人並みの幸せも全て世界に捧げてもらう、永遠に。そのギアス、確かに受け取った。
あれから世界は随分とマシになったわ。戦争に向いていたエネルギーは今飢餓や貧困に振り向けられている。いろんな憎しみや悪事はほとんどあなた一人に押し付けられて、みんなダモクレスというシステムより名前のある一人の方が分かりやすかったってことかしら。調子のいい話よね。でもだからこそみんなは過去にとらわれず先に進めるのかもしれない。計算通りだってあなたは笑うのかしら。もちろんいろんな問題は残ってるけど、それでも違っていたか。な、ルルーシュ。